さあダイナミックストレッチやっていきましょう。日付的には変わってませんが、動画的には結構な時が流れているのではないでしょうか。ふう、まだ1ヶ月の大台には乗ってませんが、ここまで来たら誤差ですよ、誤差。ふう、さあダイナミックストレッチ帰っていきましょう。ちょっと私前回からの引き続きの録画なので、ちょっとドリンク飲ませてもらいますね。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。体が硬ければできる範囲で OK です。ちょっと緊張して肩が凝っているかもしれません、私。なので、今日はあれです、ぐるぐるアームとか入れていこうかな。ちょっと今肩伸ばしてます。私は、皆さんはいつも通りダイナミックストレッチしてます。私は別のところ今やってます。ふう、肩が凝るとね、頭痛になってね、大変だからね。だから肩とかも鍛えてね、ちょっとやそっとじゃ凝らない体を目指していきたいですね。実際運動してから調子は悪くない。さあ最後ですね、これでやっとこう。おいおい、実はこれだけで2分ぐらい経ってるんですよね。何気にダイナミックストレッチだけでも毎日続けてる人は、それだけでちょっとした反復運動ができてると言えるのではないでしょうか。ラスト1回ずつ。ふふ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 っと。お疲れ様でした。にしてもこのゲーム何割進んだんだろうね、わし。そこ気になるところです。では前回やらなかったメニューを中心に、今日頑張っていきましょう。さて、聞きましたよ。確かにあんなもの俺には不要だからな。上腕に預けておいた。ほう、じゃあ返してもらいましょうか。返して、来た。ほう、僧帽筋、おかわりなく何よりです。こんなよくある光の玉に頼ろうなど、この腰抜けが。言い訳など不要、こんなものに頼るその精神がたるんどる。どうしても返してほしくば俺を倒すことだな。ほう、たるんどる。はい、上腕三頭筋の衰えが原因なだけ。普段使うなら意識して使えばいいだけじゃ。はい、ほう、男の城、それは確かに。見よこの力こぶ。へえ、上腕二頭筋それあるあるなんだろうな、割とマジで。さてではフィットスキルセットで前回使った記憶のあるものは外しましょう。メントオーバーやったし、ツイストやってないね。もも上げコンボと上げ下げコンボはした。サンドポーズもやったね。では下げてプッシュが腕少ないな、こうしてみると。うん、全然やってないのって言ったら、リング上げ下げあんまやってないよな。というかやってないといえばね、回復技なんだよねうん、じゃあもうちょっと今日はね、いつもと違うプランでいきましょうか。なんとですね、回復技多めでいきます。なのでこれをランダムで今日は回していこうかな。じゃあちょっとあんまり荒れすぎるとちょっとテンポが悪すぎるから、一個ぐらいはちょっと分かりやすい範囲攻撃入れておこうか。腰振り、腰振り、腰振り、どこ行った、あったあった。よし、これでいきます。なのでまあおおよそ外れなので頑張りましょう。ほう、紙で言うならジョーアンさんの方がずっとユニークだと思うけど。ほう、乗って行動、行くぜ。戦闘が始まると半分ぐらいの技はダメージを与えられないので注意が必要だぞ。でこれか。さあ万歳サイドベンド、メニューで回ったのにここでも結局やるのかーい。ちなみにこのメニューはこのマップだけにします。ただしメニュー自体はシャッフルで選びますので、楽できるかそれともずっと苦しみ続けるかは運次第ということで、
でもあれ確かね、お任せにしても技一周するおっと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 するように回してくれるはずだけど、まあ詳しいシステムは詳しくないのだ。よっとよっと、しんどいな今日のこれ。ふっと、でもお金いっぱいもらえるからいいな、このマップ。いていていて、ふう、敵が出そうな予感がしますね。負けてる負けてる、認識して、ほいほい、今度はここか。腕だね今日は。グッと、スピーディーに行こうぜ。ジョーワンさんがこれでぶら下がってると思うとシュールだよね。いろいろなところに当たりそうだ。ふう、一瞬ハイドラみたいな音聞こえた気がする。エアライドラね。よし、敵がいませんね。よし、さあ開けましょうか。空気砲を風車に当ててみて。オッケー、そう、そろそろ能力で上に行けるようにならないかなって思ってんだけど、なかなか先は遠いぜ。起き上がった瞬間に気をつけろ、多分敵がいる。まだいないの、割と珍しいマップな気がするよ。敵いない、マジかよ。じゃあ次のマップまで持ち越しですね。敵がいないマップもあるのか。ふう、オーケー、パパイヤのレシピやったね。ふう、あれ、ゴール見えたってだけで、もしかしてゴールまだか。いや、ゴールそこそこそこ。敵いませんでしたね。いい感じ、よし、腰を下げて伸ばして。まあ準備運動的なマップでしたね。今日女王まで倒してやるか、頑張ろうぜ。ふう、さてさて、おいらでも無理なのに。ほう、にしてもここの人たち闇に飲まれたジョーワンさんにも従ってんだね。はい、ここの人たちはあの髪が普通だと思ってるのかな。そうです、素人に手を出さないのが我らの流儀。ほう、飛んでこうや。でもこれさ、敵のレベルが書いてないってことは、ここにも敵いないかもしれんな。そうか、ジョーアンさんの門下生が全部ぶっ潰してる可能性があるな。いい弟子たちじゃん、やるじゃんジョーアン。正直四天王の中で一番弱そうとか思ってました。筋肉系ってなんか大抵そんなところない。うん、脳筋系というか、そういうのは最初に出てきて最初に退場するんだよね。あるあるだと思う。だけど道中に発砲してプッシュさせるあたり、うん、敵がいないから楽というわけではないですね。だって箱の数おかしいもの。でもこの辺は最近は自主的にプッシュしてるから、私にとっては特に影響にならない。ふう、そして相変わらずのスカット、そしてゴールが見えましたね。結構遠いけど、いやでも近くないこれ。よっとよっと、もういっちゃう。ごめんよ動物ちゃん。よし、飲んでいくぜ。しかも素材もいっぱいくれるしな、いいマップだ。ジョーワンさんやっぱ最高だぜ。で、ふう、炭酸水オレンジ、いいね。というか何気にオレンジ初登場じゃないこれ。ふう、最低限のジャンプで突破するぜ。宝箱があるかなって思ったけど、オレンジのレシピ的だね。ふう、なんというか運動効果の高まりを感じますね。よし、
うん、ずっとプッシュやってる成果が出てるわ。あんまり疲れない。ふう、この調子で頑張っていきましょう。もう2ステージ終わったわけだ。ってことは私は上腕に対してこのハンデルールで挑むことになるのか。大変だね。あっぱれじゃないか。はい、では行こうか。お、筋肉の動きを見たら分かる。腰抜き呼ばわりしてすまなかった。だがこれはドラゴン様より託されたもの。そう簡単には渡すわけにはいかんのだ。はい、タルマン道場って前と同じ場所か。ちょっと名前違う。まあ何でもいいや、返してもらうぜ。よし、うん、あとは筋肉で語り合おうとか言いそうだね。そうだね。さて、僕の能力、俺に勝てばそれは返してやろう。言わねえのかよ。何気に2戦目だね。もう俺の口から語ることは何もない。あとは筋肉で語り合おう。やっぱ言ったね。ではシャッフルです。トライセプス、右手か。はい、あれ、え、あ、ごめんごめん、なぜ認識して。オッケーオッケーオッケー、ごめんなさい。よし、動こう。ふう、肘はなるべく高い位置をキープして。身構えてんじゃん。いいよ。ふう、いいよ。ね、これ結構しんどいよね。まだ回数少ないのにもう使うべきだ。いいぞいいぞ。いいね。オッケー。ね。よしよし。いいじゃん。オッケー。いいよ。あと3回。オッケー。よしよし。ラスト1回。オッケー。よし。もう半分。頑張っていきましょう。ふう、リングコーンを持っていない手は膝の上に置こう。やった。いいね。あんまり減らないな、このレベル差でも。やるね。いいね、すごいぞ。いいね。あと10回、9回か。ねえ、来る。くぅ、行くぜ。いいね。キレキレ。よし、どんどん行こうか。いいよ。あともうちょっと。あと3回。やっぱ日頃やってないのはきついな、これ。上腕三頭筋がさっき言ってたやつだな。完璧だね。意識して使えばいいじゃないか。さあ来いよ。お前のパンチ受けて出すぜ。もう何気に私結構上腕さん好き。なんか戦い方がすごい男らしくて好き。万歳腰振り。いきます。なるべく大きく腰を振ろう。ふい、なんかこれも懐かしい気がするな。前もこんなことしなかったか。腕を上げるときに腰が反らないように。1、あと半分、あと20回。1、はい、あと10回。いいダメージ出るようになったね、ほんと。最高だったよ。では、フッと。お腹に力を入れよう。うん、このこれ好き。よっしゃ、ラッキーガード、ノーダメージですよ。スクワットか。入れてたの。さあ行くよ。地味にしんどいじゃん。すぐ前になるように。シンプルイズベストだな。オッケー。よいしょ。先日はやってなかったけど。というかあれか、マップでやらされるか。にしても上腕さん一回戦う回数多いってことは一番早く戻ってくる人だと思ってるんだけどね、私。いいぞいいぞ。よし。よし。素晴らしい。よし。ふう。あと13回。少ないのか多いのか。
ふぅ。キレッキレ。ふぅ。何？ちょっと今日スクワットとてもしんどい。あと3回。その調子。よしよし。ラスト1回。ナイス。ふぅ。パーフェクト。ねじり体側のポーズ。ねじり体側のポーズ？攻撃技だね、一応。ゆっくり左へひねろう。ゆっくり戻そう。難しいポーズだけど脂肪燃焼にもいいかも。よっと。おっとと。にしても画面見えなくなる攻撃はどれぐらいの火力が入るのか気になってしゃあないね。よし、左右を入れ替えよう。よし、足もしっかり入れ替えよう。にしても回復技来ねえんだけど。呼吸が止まらないよう、しっかり意識して行おう。ギリ体力半分いきそうだね。よーし、こうだったよ。腹筋ガード、まだか。防ぐ。押し込み続けよう。マイドル強くなってるね、やっぱ。ふぅ、トライセプス。あれあれ、回復技打たねえな。なるほど、体力に余裕があるからか。ちゃんとしてんな、そういうところ。これなんかこっちが認識良くないね。よし、さあ行くよ。うん、でもこれしんどいっつってんじゃん。しんどいっつったじゃん、さっき。いいね、すごいぞ。よしよし、いい動き。さっきの時点でしんどかったんだから今もしんどいでな、これ。いいね。でもいじめるチャンス。よし、このゲームね、オートセーブなんですよ。なので途中で録画をやめることはできない。よしよし、ここだけ飛んじゃうことになる。なので再録画しようと思ったらここのステージまでもう一周することになるね、サブアカで。そっちの方がはるかにしんどいわけだ。あと3回。いいよ。よしよし、ラスト1回。オッケー。よし、反対。左右を入れ替えよう。さすが上腕、長期戦になってるね。重いものを持ち上げるイメージで。いいよ。すごい。いいよ。すごいぞ。やっぱ気球で、私右手ですけど、楽だね少し。そりゃそうよな、日頃使ってるもんな。左が弱いということか。よしよし、ってことはあれなのかな、筋肉トレーニングを均等にやってるつもりでも利き腕の方がいっぱい鍛えちゃったとか、左右のバランスが実は取れてないとかあったりするのですかね。よし、へえ。オッケー。ボスの B まで行きたいな。いけるかな。ああ、やり直しだ。お、まだあった。ふう、あれ使った。おのれ、来るぞ。はい、下げてプッシュですね。下げてプッシュ、しっかりリングコーンを押して。おや、リングコーンを強く押し込み続けて。負ける気がしませんね、全然。倍にして返してやら。お覚悟の準備はよろしいですね。うえ、すげえ入った。万歳腰振り。はい、あんたに引導を渡す腰振りだ。お覚悟。足りるかな。足りなさそうだね。仕留め損ねだね。完璧だね。敵がふらついた。何？ジョアンもピヨルのか。ラッシュ万歳腰振り。へえ。じゃあこれで決めるぜ。
ほい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 。早くやるとしんどくない？これ。はい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 。60回まで行きたいね。69。粉砕完了。さあどんな力か知らねえが返してもらうぜ。レベルアップ。ヒップリフト。もう回復技いらねえんだってばよ。よし、筋肉の語りで負けるとは。よし、行くぜ。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。 OK です。さあ今日も20分か、早いね。最高の腰振りスト。さあなんだ、おお、高く飛べるようになったのか。久しぶりの、きた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 、来いよ。きた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 。あー、やったぜ。ほう、二段ジャンプ。ほう、ドラゴ様、こいつらは俺のトレーニングを妨げる邪魔な存在だと知ってるよな。なので能力を返してどうする。申し訳ありません。しかしこの程度の力はドラゴ様の敵ではないかと。その力に何度も負け手こずっておるのだ。認めるところは認めるんだね。ここはお前の鍛錬場。魔物を放つのをやめておったが、やはり気が変わった。ここも魔物で埋め尽くしてやる。グー。はい、どんまい。味方にも容赦なしか。なるほど。待て、あ、増えてる増えてる。じゃあさっきのところにもね、確かここじゃねえか、こっちか、こっちだね。行きましょう。メニューはなんか親切でしたね。うん、ぐるぐるアーム入れるって言ってたね。後ろプッシュとで申し訳程度のプランク、そしてステップアップ、そしてヨガから椅子のポーズ。そんなやってないよね。で、ゆういち。これでいきます。今回はこの復習がラストですね。と思ったけどさ、あれだよ。次のステージで試せばいいよね。そうするわ。一体何だったんだろう。うん、これだったからね。そうだよ。え、戻れない。戻れる戻れる。そこまで厳しくない、このゲーム。一度入ったステージに責任持てとか、そういうことは言わない。まあ、次のマップにも飛ぶところあるんじゃねえかな。試させてくれるでしょう。このゲーム割とそういうところは優しい。厳しいのは運動から逃げる人に対して言い訳潰すところだけだから。うーん、雨が降ってら。おおおお、よーし。さあその力連続で押し込んでみて。そうだよね。お、来たね。この、こういうポイントだよ。いった。お、技っす。へえ。あ、飛び越えられなかった。意外とタイミングあるな。赤鬼砲では、後ろプッシュでいきましょうか。めったにやらないけど単体で強い敵には有効だね。ふう、腕が太いから強力な技ということですよ。ふう、効くぜ効くぜ効くぜ。倒せそうだね。いけ。へえ、後ろが効くわな、これ。よし、完璧。
調子。オッケー。自分を追い込んでいこう。よしよし。いいよ。オッケー。いけ。ふう。聞いたわ。後ろもこれだけで結構バテた。いいね、日頃やってないトレーニングっていうのは。ふう。さあ、二段ジャンプを試したいところだが、敵を超えるってやつね。おお、取りやすくなったな。なんかこう、よし、うん、とても拾いやすい。いいね、爽快感あるな。しかもうん、よし、はい、アクロバティックを決めれるぜ。おお、それっぽいよね。敵がいますね。ずるじゃん。なるほどね。まあ、あんまり動画ではやらないようにします。ちょっと運動サボることになっちゃうからさ。よし、ふう、ビクトリー。でもこれで今まで取れなかったアイテムとかをコンプリートできるようになってきたわけだね。それはそれで楽しみだ。駆け抜けろヤバチー。よし、わしのフィットネスは108式まであるぞ。割と簡単だったぞ。うん、なんか新しい、なんかマップあるね、あれ。こう、ピーチヨーグルト。これ何？うわ。では、こいつだけ倒しましょうか。おお、レアホップ2体。これは使わざるを得ないでしょう。スムージーをね。じゃあ、これが今日最後の運動です。元気よく行きましょう。よし。行きますよ。ステップアップ。元気よく行きましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。倒しきれるかな、これ。ワン、ツー、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 ワン、ツー。たまに認識しないのは何だ。ワン、ツー、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 ワン、ツー。ごめんね、回数増やしちゃって。ちょっぴり疲れたようだ。ほう、なんかもう一回トレーニングできちまうのか、今日は。はい、申し訳プランク。プランクで終わろう。ラストです。まあ1、2回でしょ。すぐ終わります。よいしょ。きついけど高い効果が期待できるよ。本当に覚悟を決めさせて1回だけかよという感じはします。よし、さて、では今日は終わりですね。最後にフィットスキル習得でもしていきましょうか。まだまだ道のりは長く果てなく、この先が気になるね。開けていこうか。これはスキルスロットをさらに増やせる。ありとあらゆるエクササイズができるようになる。ここにあるのは、おー、シンプルなスクワットですね。星3とかありそうじゃない？これあるかもしれないね。よし、ではちょっとあとこれね、図鑑を見ましょう。図鑑をでね、まあ、例えば服とか結構買ってるつもりなんですけど、見てください、これ。な、やばくない？おかしいよね。まあ、怖いところを見たところで今回はここまでします。まだまだ俺の知らないエクササイズがこれから先待ってるようなんですけど、限度はあるよな。さて。ああ、残念。4行いかなかったな。あ、前にプッシュ、1回しかしてないのか。そいつはいかんね。
何何やってんのお前5000回達成まだあったのかよ新しいエフェクトどんだけだよでそのリングどうなってんの最高の腰振り人と呼ばせてくださいトライセプス200回ステップアップ400回ストレッチしましょう間違えたやめちゃったそれではではストレッチを開始しよう終わりですお疲れ様でした前回より短くするって言ってたのに腰振りのせいで長くなった足を広げて両手を上げ左の手首をつかみますあそうだリングいらないんだった手首を引きながら体を右に倒し体側を伸ばしていきましょう、塩分が多いと言われてる漬物に気をつけてバレたか体を戻して手を入れ替え反対側に倒します確かにな塩分多いな焼き魚とか味噌汁とかなあその時点で塩&塩よでも和食うめえよなというかさストレッチした時にお前飯の話してんじゃねえぞひどいことするよねそのくせ我慢はしなくてもいいけど食べ過ぎないようにしてねとかそんなん加減できるやつがよこんな運動でシェイプアップしようと思わねえだろうがよいしょっとふう腰の骨を支えるように手を当てます上半身を後ろに傾けお腹を伸ばしていきましょういいね腰の後ろ側を素晴らしいで支えると安定しますよいしょっとゆっくり体を戻しますさて足を閉じて体の力を抜きます。抜きます。息を吐きながら前屈し、静止後はゆっくり呼吸しましょう。よいしょ。あ、気持ちいいね、これ。少しキープしましょう。にしても、今この冒険が一体何割進んでるのかわからないんだよね。あ、コメントしなくても大丈夫だよ。他の人が絶望に染まるからね。こういうのはね、わからないまま闇の中を突き進むのが楽しかったりもする。ゲームがゲームだからね。人によってはそれで泣いたりもするらしいが多分半分いってねえよなあの図鑑の感じいいね存分にできるわけだで実際ねこの手のゲームが、まあ、何にせよ完走者が出ると結構ねあるよねえお前あのゲームやったって言ったけどえ完走してないんですかみたいなあるよねうん、ストレッチ終了です。お疲れ様でした。でもこれやり遂げられる人あんまいねえと思うわ実際この私の言ってたペースが事実ならねさてでは今回はここで終わりたいと思います40分超えちゃってすいませんでしたでは終わりますありがとうございました。